これ映るかな、サーチライト結構目立ってます。今日は今から会社のパーティーです。子供たちは友達の家に預けて夫婦で来ました。わ、サーチライトすごいなこれ。こっから空に向けてここでパーティーやってるよっていう感じで賑やかにしてます。暗くて中が見えない。もうロビー、これちょっとあの、まあ、会社のパーティーに行けるんですけど、会社の同僚のひろしくん、日本人の同僚です。今度あのインタビューさせていただきます。今早めに切り上げてきました。いやでもさっきのクラブはね、いろいろ撮影したかったんですけど、あの暗くてうるさかったから何も撮影できませんでした。ほとんどなんかその雰囲気を楽しんでもらえたらいいかなと思うんで、それでもちょっとビデオに入れときますね。で今は、どこに行ったかと言いますと、ダウンタウンにあるこの間菊池さんと一緒に来たラーメン屋さん麺所、ここまた来ました。ここにね奥さん連れて、ラーメン食べさせてあげたいなと思って、ちょっとやってきました。まだ食べたことがないらしいので。なんかいいですよね、こっちだと結構プロジェクトが終わるたびにこういうラップパーティーってね、クラブを貸し切ってこうみんなでバカ騒ぎするんですけど、結構ね、なんか楽しいです。いつも弾ける感じで、日本にない文化かな。日本でもね、日本 の, あの打ち上げみたいな感じで結構ね、懐かしいですけど、こう居酒屋にみんな集まってね、みんなでバカ騒ぎする。3次会ぐらいまで居残ってというのもちょっと懐かしいです。こっちはまた違う文化で、これはこれで楽しいです。今10時40分なんですけど、すごい混んでます。ここ美味しいもんな、やっぱり 2? 3? なんかオーガニックアート、結構ね面白い、立体感があって、多分これあれですよね、生きてるあれですよね、植木ですよね、植木っていうかなんか緑のすごい、エアーフラワーっていうんだっけ、エアープラントか。エアープラントっていうのは空気中の水蒸気で生きれるんですよ、水をあげないで。結構面白いですよこれ。鶏白湯ラーメン来ました。すごいな、泡立ってる。これがね美味しいんですよ、またすごい濃厚で、すごいねこれ。いつもここ来るたびに思うんですけど、でかいスプーンやな。レンゲじゃないですよ、でかいでかいスプーン。これ見て、麺もなんかすごい美味しそう。まあこのチャーシューもすごいプリプリ、あ崩れた、こんなに柔らかい、美味しそう。であれが奥様の塩ラーメン、あれがねめっちゃ美味しいんですよ。魚介だしで、なんか世田谷みたいな味なんかな、魚だしだラーメン。結構ここアメリカでこのレベルが食べれるのは嬉しい。いや美味しかった。やっぱあそこのね麺所っていうラーメン屋さんはね、もしかしたら日本のラーメン屋さんよりも美味しいかもしれない。奥様曰くアメリカで食べたラーメンの中で一番美味しいっていうねことを言ってました。どうでしたか。一番美味しかったです。あ、暗いから見えへん。もう奥様2回目の出演ということで、今日は以上です。それでは。